続いてはちょっと思考を変えてダンスレクチャー。ダンスレクチャー分かります？ダンスの楽しさを味わってもらおうというコーナーです。そこでですね、座ってると舞台に上げられます。なので立ってください。立っていただけると非常にありがたいです。すいません、お立ちください。お願いします。ダンスレクチャーなんですけれども、ここからは、僕ちょっと一度引っ込みます。続きましてですね、ヤマトレクルーの皆さんに、ここからバトンタッチしたいと思います。皆さん全員お立ちになりましたでしょうか？よろしいですか？では続いてヤマトレクルーの皆さん、よろしくお願いします。タマでだけではやっぱりヤマトレ。タマはニャー。タマはヤマトね、川とね、やっぱりヤマトレ。ほがらか、和やか、タマだが、どっちゃか、スチャラか、タマだが、間違いない、タマだが。いいよ、タマさん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 、タマだが。皆さん元気でしょうか？今日のイベント楽しんでる人どんだけいますか？楽しいですって人どんだけいますか？よっしゃ、ちょっとマイクをちょっとだけ落としてもらって、じゃあね、今日はね、ただね、ダンスを見るだけじゃなくて、皆さんにダンスを踊ってもらいたい。だけど、ちょっとね、恥ずかしい人もいるかもしれない。あのね、これは子供たちだけに言ってるんじゃなくて、お父さんお母さん後ろの方でね、背中こう壁にくっつけてるお父さんお母さんも踊ってもらいたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしますよ。私、ヤマトネサウンドと申します。レゲエをやっておりまして、今からレゲエのダンスをみんなに教えます。みんな踊りたいですか？どうでしょうか？まだ反応が少ないよね。まだ反応が少ない。じゃあ俺だけでは皆さんにダンスを教えられないので、じゃあ俺の仲間、レゲエのフレンド、レゲエフレンドを呼びたいと思うので、みんなちょっと拍手で迎えてあげてください。皆さん、じゃあいっぱいで、
います。アメリカンコミックで有名な犬がいます。フィヌ。皆さん犬の真似をしてちょっと耳を作って、久しぶり。この